こんにちは、ゆみゆみです。今日はロハコの荷物が届いたので紹介したいと思います。まずはオリーブオイルですね。エキストラバージンオイル、オリーブオイル一応2本買いました。これは一応缶入りのなんかおしり探偵のチョコレートみたいです。缶入りだったので買いました。あとはバナナバウム、バームクーヘンですね。あとはビタミン D ですね。ファンケルのビタミン D サプリメントですね。こちらは結構美味しいので何回も買っています。クラックプレッチェル、これは結構固めなんですけど、チョコが染み込んでて美味しいです。こちらは天のシイカ、これも美味しいです。こちらは初めて見かけたんですけど、素焼きアーモンド、くるみ、ソイシリアル入ってるみたいです。なんかそのままつまんでもいいし、牛乳かけても美味しいんじゃないかなと思って、一応2袋買ってみました。ケロックの1日分のマルチビタミン、グラノラ、糖質を2袋買いました。あとはこちらはエリエールのエリエールプラスウォーター、保湿成分配合、一応コンパクトサイズだったので買ってみました。あとはこれがゴミ袋というか手持ちのビニール袋ですね。こちらはボディーソープですね。肌から、これはシトラス&カシスの香りってありますね。ちょっと初めてこちらも見かけたんで、ちょっとお試しで買ってみました。以上です。